江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、 MLB の話題でございます。韓国系選手の活躍に大谷よりうまいとですね、韓国紙が小躍りですよ。だがしかし韓国民はということで、韓国の反応も合わせてご紹介していきたいと思います。まあそれにしてもね、韓国紙もよく言うわと思うんですけども、それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。トミー・エドマン29、トーマス・ヒョンス・エドマンが米国プロ野球メジャーリーグ MLB ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ NLCS で所属チーム LA ドジャースの勝利を導き、シリーズ最優秀選手 MVP に選ばれた。野球界のスーパースターであるチームメイトの大谷翔平も素晴らしい活躍を見せたが、今回のシリーズではエドマンがより際立った活躍を見せ、チームの勝利の主役となった。ドジャースは21日、警告時間、米国カリフォルニア州 LA ドジャースタジアムで行われた2024年 MLB、NLCS 第6戦でニューヨークメッツを10の5で破り、勝利を収めた。ドジャースはレギュラーシーズンで MLB 全体最高勝率0.6598勝64敗を記録し、ナショナルリーグディビジョンシリーズ NLDS でサンディエゴパトレスを破り、 NLCS ではメッツを4勝2敗で下してワールドシリーズ WS 進出を決めた。ドジャースの WS 進出は4年ぶりとなる。この日のヒーローはエドマンだった。彼は4番ショートとして先発出場し、2点ホームランを含む5打数2安打4打点の活躍を見せた。エドマンは1回裏に1-1、3塁の場面で相手先発ショーン・マナヤのスイーパーを打ち、左翼フェンスまで飛ばす2打点の逆転2塁打を記録した。ドジャースが1点リードの危うい展開で迎えた3回裏、エドマンのホームランでさらにリードを広げた。彼は無知1塁の場面でマナヤの速球を攻略し、左中間フェンスを越えるツーランホームランを放った。ドジャースはその後メッツの追撃を振り払い、ナショナルリーグチャンピオンに輝いた。エドマンは今回の6試合で全て安打を記録し、驚異の打率4割7分 0.407 を達成。11安打11打点の成績は彼の素晴らしい活躍を物語っている。大谷も6試合で打率 0.364、2本塁打、6打点、9得点と活躍したが、NLCS ではエドマンが1枚上手だった。試合後、シリーズ MVP に選ばれたエドマンは、警告系選手として初めて MLB ポストシーズンで MVP に輝いた。エドマンの母親は警告で生まれ、幼少期にアメリカに移住してアメリカ人と結婚し、エドマンを産んだ。エドマンの警告名はクアク・ヒョンスであり、姓は母親に由来し、名前は外祖母が名付けた。エドマンは警告の野球ファンにもすでに馴染みのある顔だ。彼は昨年のワールドベースボールクラシック WBC で警告代表として活躍した。 WBC では選手の両親のうち一人がその国または地域で生まれており、出生証明書で証明できることを国籍条件としているため、エドマンの母親が警告出身であることで警告代表として出場できた。エドマンは米国の名門スタンフォード大学数学コンピューター科学科で GPA40 満点中 3.82 を記録した優秀な学生でもあった。渓谷に来た際には、キムチ、プルコギ、スンデグク、スンドブチゲなどの渓谷料理にもすぐに慣れる姿を見せ、渓谷人の血を感じさせた。2019年に MLB デビューし、昨年までセントルイス・カージナルスで活躍していたが、今年からドジャースに移籍した。現代、大谷より上手い、ママが渓谷人である野球選手の正体。はい、というね、記事だったんですけども、こちらに対して韓国の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、1人目こちら。勉強もできて野球もうまい、こいつはただの天才だ。62-1。警告系アメリカ人だと言うかと思ったけど、 WBC で警告代表として出場しているなら警告選手で間違いないね。44-2。 WBC で警告代表として出場したなら警告人として認めるべきだろう。60。大谷以外にもこんなすごい選手がドジャースにいたなんて、今年のワールドシリーズ優勝も期待できる。4-1。東洋人の遺伝子が強く出ているな。10。大谷とエドマンがどちらも所属しているドジャース、幸せだね。10。大谷も祖父の方が警告系だよ。02。あ、何言ってんの、お前。
はい、ということでね、それではこちらに対してチャットの反応いき、あ、まだ何か言いたいみたいですよ。あ、じゃあちょっと聞いてみましょうか。あ、こちら一人目。WBC の代表選手なのに代表に呼ばれる時だけ注目されて、普段はメジャーの中継やハイライトで紹介されないのは残念だな。91。こんなタイトルの付け方でいいのか。43。ビジュアルやフィジカルは大谷にはかなわないな。大谷が一番。43。そんなに自慢することか。どうせアメリカ人だし。ああいう警告系2世は、大半が警告が貧しかった頃に警告女性が外国人男性と結婚して生まれた子供たちだ。暗い過去を思い出させるだけだ。最近ベトナムの女性が警告に来るのとあまり変わらない。413。記者よ、もう警告系の話はやめてくれ。大谷が活躍して悔しいのか。35。母親が警告人だからって、だから何なんだ。35。ヒョンスはジョークも上手くないのに何か面白いんだよ。わら、にっこ。ここ1試合だけでこんな比較するな。どこが大谷にかなうってんだ。わら、に、3。タイトル自体が国際的な恥だ。1、3。母親がアメリカに移民したならアメリカ人だ。0、3。大谷より上手くなることはできないさ。エドマンは打者、大谷は野球すべてだ。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。はい、それではですね、上の方からいきますかね。お前らあれだけひどいこと言ってたのに、エドマンは WBC の時からうまかったやん。お前らは WBC でエドマンに何言ったか覚えているか。でもそのエドマンがめっちゃ大家褒めてるんだよな。エドマンもこいつらには応援されたくないだろうね。エドマンいじめてたくせに今さら何言ってんだ。エドマン、儲けには関わりたくないだろう。わら。メジャーリーグに行っている警告選手は活躍していたのかな。活躍したか。 WBC の最後の試合はベンチだったろ。どこをどう見たら大谷さん超えたのか証明してほしいな。今日勝つまで全然記事にもしてなかったのに。大谷選手よりエドマン見てろよ。これで大谷選手は安心してプレイできるぞ。エドマンは米国生まれで米国籍しか持ってないよ。それならドジャース監督デーブ・ロバーツは沖縄生まれで母親が日本人だぞ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。